ウベ高山オープンゴルフトーナメントは、ウベ高山主催、日本ゴルフツアー機構公認で開催されていた、ゴルフトーナメント。ツアー制定以前の1972年に、ペプシトーナメントとして、初めて開催された。1976年には、プレーオフが14ホールの死闘があった。2001年に終了。開催地は、第一回は、横浜カントリークラブ、第二回は、 片山津ゴルフクラブ第3回は再び横浜カントリークラブと固定されなかったが、宇部高山の共催になった第4回から初めて宇部カントリークラブで開催。第8回以降宇部カントリークラブに開催地を固定し、宇部72カントリークラブと解消した第28回、第29回まで大会が継続することとなる。テレビ中継は、テレビ、東京制作で、 TXN 系列と開催地の地元局である山口放送にネットされていた。勝手はテレビ朝日制作でテレビ朝日系列と開催地の地元局であり当時、宇部高山の関連会社でもあったテレビ山口にネットされていた。ペプシュトーナメント時代には史上初のラジオの実況中継を日本放送で行ったことがある。 宇部孝さんの社長、会長を歴任した中安館1が1984年に死去した翌年1985年の第14回大会には中安館1メモリアルとして開催された。ありがとうございます。